今さっき集まってる連中が向こうも怒ってるなのなんだのっていうことを言ってたんですけども、その前に電波で変な声を聞かされてるんですけど、多分そこの春山整骨院で働いていた勤務者の声だと思います。検察庁機能の方ね、今言ったかどうかや。各自が金払わなあかんよ。一回見たことありそうな顔やな。テレビ局関係者かな、医療機関だったかな。真面目に仕事せえへんやつらばっかり集まってきような。真面目に生きるっていう意味分かってないやつらばっかり集まってきようわ。ああこいつの声や。髪の毛切ってよく昔よわ。こういう言い方をして、喧嘩売るようなあいつは。昔のことがバレたでそれ済まそうとしよう。もう絶対あいつらの口座させ押さえんかったきりない。態度見たらわかる。もうあれ毎日やられてたから。2010年ぐらいから、2021年2年それぐらいまで、あの精神病院に何回も入れられてた頃、9回も入れられてた時期、その間が。少しはこれ見て反省してくれ。こっちの2007年のこれは阪神・淡路大震災が発生した時、僕は生まれ育った神戸市兵庫区の東山高校、東山町4丁目16-18 604生まれは。一時停止をしてもらった文章を読めます。この東山高校の建物の解体に、もう裁判所とか政府もどうかしと、ここに書いてる内容。5分の4の賛成に届かないだとかなんだとか、裁判所の判定も。あんまりもう人の人道からかけ離れて、裁判所で自分たちで裁判して、なぜ笹山市長を捉えんかって、神戸ウイングスタジアム。あんなどうでもええもん作って、西区にある総合運動公園が。まだ大きな声でバイバイでいいよ、いいよ。さっき僕は喋ってた言葉の合間な、合間。ああいうふうに見せた時に、見送りだのなんだとか言い始めて、ああいうふうに手振り上げると、手なんか振らなくていい。何回も言うてるぞ。建物の中にだけ入っとけ。そこに出て声出すな言うたやろ。で、もともと多分あいつらの子孫、仲間とかの子供が秀和株式会社に淡井圭介に向かって喧嘩売りに来てたんだと思います。もともと春山整骨院は、1998年ぐらいにここにあった。1999年かで、建物は2003年に解体されてます。2002年にまでにはあの入り口のところペリフォーに木の板貼り付けて誰も入れんようにしましたから。もちろん裁判所の判決があって、裁判所の判決に背いたら即逮捕なのに、警察官も全然動かない。裁判所の勤務者も髪の毛染めとる人間など警察官もそうやけども、ネイルアートして髪の毛染めとる人間が警察署で働いとうぞ。あんなところ一から全部仕事の仕方変えなんか。給料しっかりと払わへん方法で、ボーナスなんか払わんで、退職金も。そういうところを全部ちゃんときちっとしたことをきちっとした形で、仕事する。まず、身だしなみや。身だしなみ、まあ、しつけっていう言葉の方ですね。
しつけっていう言葉は身だしなみのこと。警察官のふりはもうええ。黒色の手帳を持っとう人間は全員警察官じゃない。行政がそれ偽り始めたら許さん。違法行為や。もともと肌色のチョコレート色って表現されてますけども、分かりづらいから、結局最終的に肌色の警察手帳。その人はまだ何も悪さしてない。はず。黒色のやつはもう何かしてしまっと。もともと判例がある。そんなに簡単に精神病院なんか連れて行ったらあかん。行政の癒着や。精神病院の医者がもともと警察官とかや。その判例に背いた生き方のやつらや。そいつらを捕まえなあかんねや。だから警察官が警察官を捕まえてるニュースとか、僕のホームページからアクセスできるようにしてある。
収カードやったら燃料持つ？今大きな声で妨害してきた阿部圭介の頭の中を取ったやつがそいつや。今建物の中にすぐ逃げ込んでいったやつや。神戸303、バー25-57。ああともう自転車も作らんで競輪なんかいらんからドアっぽいばっかりや。さっきの男何回も絡んできてるからな。あ、証拠、神戸、303、まあ25-57。頭の中だいぶ見てる。気温で向こうでは大きな物音で学校。ああ、あの黒い服着たやつや。さっきのあの撮影してた白マスクにあの黒い服着てた老人男性、あのバーに入っていった連中の中の一名ちゃうか。向こうの方から何か2階に上がっていく階段がいつ何か出来上がった。だいぶ前からやるな。はあ、おかしな連中ばっかりだ。タモ後ろにちゃうか。あんな金属取り外したいんだ。あれも金属回収地点。来てもう一回ここに行くやつがあったな。神戸581234-05。車に3人も集まっていくよ。老人ホームでもこんな仕事の仕方されたらたまったもんじゃないよ。本当に税金の無駄遣い。もう連れ去り介護も本当にしたらあかんから、もともと行政で決まっと歩けんようになったら老人ホームか看取り病院。26年以上前から、今さっきのこっちの、車に乗ってる男性老人から言われと、行政が本当に前から決めとうからって。で、その女何回も昔から聞いとう、本当はあの運転席行ったやつ。それずっととぼけて金稼ぎしようとしとったんや。で、ああいう風に言って振りよう。ほら、こちらに挑発行為。お前らが金払わなあかんねんぞ、裁判だったら。そういうやつらいっぱいおったからな。差し押さえられるぞ。年金に関して六法全書を見て勘違いしたらあかんよ。支給が始まったら差し押さえられるから。で、あいつがなんか会いますとか言ってたけども、さっきの変な女が、さっきの介護職の。でもうそれ介護職として認めたらあかん。介護じゃないから。
ただ老人連れ去っとうだけや。怪しい税金への食らいつきや。そいつや、ほらくるっと回ってきよ。言われたからしましたとかいう挑発行為、言われたからといってしいいことと悪いことの区別ぐらいみんなついてたはずや。あいつらあれ、ああいうふうなこと徹底的に本当に毎回しようか。介護職の連中の人材派遣会社の会社の役員も終わりや。そいつも差し押さえたでしょ。それとどいつらと組んで、車回してもらったのか、介護用の車。それ自動車業界も終わりや。組んどったのはもまるに税金や。さっきの主犯格の老人男性からあれ何回も注意されてるから、本当に行政にそう言われてるからって、あの老人男性も、それ何回も言いに来てるけども、実質的に行政に、業務停止命令を申し出たりとかそういうことしてない。で車で来よ、歩いてきたらいいね。介護ステーションなんかこの辺りに、ありの中町だけで5つぐらいあんねんぞ、その近辺で。大奥病院の裏と、その近くに一つと、それと有馬優先病院と、桃源郷。それ全部有の中町や。まあ、その岡場駅の近くとか、北新清和台とか合わせたら、もっと多い。いらん、もともと。一つの駅の区間で、介護関係なんかもともと桃源郷と、大奥病院で十分や。歩いて順番に回ったらいいだけや。今のはもちろん介護対象者の人へですよ。であとここの春山整骨院の関係者のこの介護職のやつらが有の第一タウンハイズの建物の中に2名で入り込んで、でそこで飯食ったりだとか、有の第一タウンハイズの一つの部屋を借りてそこをたまり場になってして、で淡井圭介に対して喧嘩を売ってきていた。さっきのあのゴルと一緒回ってきた女もそうで、階段上がっていく時に大きな笑い声で喧嘩を売ってきよう。それを昔何回もやられと、昔って言うともつい1年ぐらい前、10年間ぐらいにわたって、今2024年何回も売ってる。2010年できました。そうそう、これね、あの晴山整骨院に叱りに行って、要するに怒って、それで精神病院に入れた警察官全員そいつが飛んでるやつ、警察官として職務なんかさせたらあかん、公務員も絶対無理。そいつら淡井圭介を精神病院行きにしたやつら全員や。どうせもっとスポーツ業界や。
ガソリン無駄に消費してるやつだ。お金の出元どこなの本当に。誰が払ってんの。ゲーム業界とか YK ですけど、お金払わなあかんよ。石油業界は無事行為、中華株式会社なんて。その瞬間喋り始めて、いいぞ、ちゃんと見えるようにする。こいつにお金を流し込んでいたのが誰かっていうことは、自民党だったら全員払ってもらう、全党員や三振と以内の請求。消費税なんか最初から上げんかったよ。こういうところしっかりとなくしといたらよかっただけの話。どうに河川専門家へ式ラン発電とか協力せんかったわけや、菅さんとか。こっち側の訴訟を棄却しよった。個人が決めていく問題じゃないよ。よく動画で自分で撮影して、佳子さまへのメッセージで、それなりのことを言ってるんですけども、一回その皇族側っていう言葉はこの間、富永クリニック北新ビルの、それだったら皇族側やわって言ってた、髪の毛染めてた、眼鏡をかけた女で、その女は、何様のつもりなのか、淡井圭介よりもはるか格下なのに年齢が上なだけで自分の方が上だと勘違いしてる女。イオンモールで淡井圭介と横すれ違う時に、こっちでやるわとか、なんか喧嘩売るような口調で言ってきたんですけども、その皇族側っていう言葉いらない、法律側かどうかで。一回その皇族側っていうのを佳子さまへ、まあ聞く人によっては文句を言ってるように聞こえるでしょう。だけどもこの言葉を言うことによって自民党の人たちに対して文句言えるようになってる。多分これが正しい姿。なぜなら自民党の人たちがオリンピックを誘致して、万博を誘致して、高速道路をあちらこちらに作っていた。で、春山整骨院とか、ああいうふうなところにお金流し込んで、大金稼いでいた。政党交付金からも払わなあかんよ、自分たちの給与からも。三振党以内の請求や。あんたらが追い込みをかけてきた。淡井圭介が精神病院にいられてるとき、一回も助けてくれなかった。各都道府県知事、市長も同じや。なぜ兵庫県知事の井戸さんや、その後の斉藤知事、淡井圭介を精神病院から出さなかった。斉藤知事は、どれぐらいの時かな。あと三田市の市長、それと西宮市の市長、両方アウトや。淡井圭介の件の話は知ってたはずやで。自分たちから率先性を持ってすぐに行動せえへんからそうなんね。そいつらや、政治の世界から引きずり下ろさなあかんの。あと公務員にもさせなあかん、その必要か。きりない。
こういうふうな動画しっかりと撮影してるのに何回でも、全然助け舟出さないで動かないのは自民党の正体。